次に7番武藤次夫君の一般質問を行います。はい、7番武藤次夫君の質問を許します。登壇願います。はい、ありがとうございます。皆さんおはようございます。まず3月24日阿見町町議会選挙当選されました18名の皆様、おめでとうございます。私は今回初当選した無所属新人の武藤次夫と申します。よろしくお願いいたします。今回当選した暁には、他の議員様と力を合わせ、また新人として、議会に新風を吹かせるべく調整に取り組んでいきたい、そのように思います。また一番新人というふうなことで、阿見町の住民の方に一番近いポジション、そんなふうに自覚しております。知識とかそういった部分の中でも、阿見町の住民の方たちに一番近いポジションだと、考えております。ですので、そういった平たい言葉で、平たい質問、そういったものを、していきたいと、そのように思います。本日は一般質問の時間をいただきありがとうございます。通告済みの内容につきまして一般質問させていただきます。初めてですので不慣れではありますが、どうぞよろしくお願いいたします。はい、質問事項としまして、阿見丸君とそれ以外の、公共交通の拡充についてと、一応このような形でございます。このタイトルにつきましては、過去に、諸先輩方がいろいろな形で、質問の方を投げていただいていると思います。そちらの部分、鑑みながら、私なりに、質問の方をさせていただければと、そのように思っております。よろしくお願いします。まずですね、5月に、私開催させていただきました自ら主催の活動報告会、こちらの方におきまして、現状の、皆さんの方から、どういった、不満点ですとか要望事項、そういったものがあるかと、それを、参加していただいた方々に問い合わせをしましたところ、やはり公共交通、こちらの方、これに対する不備、不満、そういったものがかなり出てまいりました。その中でも特にですね、やはり自分の家まで来てくれる、近隣まで来てくれる阿見丸くん、こちらに対する要望事項、そちらの方が大変に多く挙げられました。その中にはですね、予約の取れない状況、それですとか、あとは行ったら今度は帰りの便がなかなかないですとか、そういったようなですね、使い勝手の悪さ、申し訳ありませんが、そういった部分、それに対して強くおっしゃられる言葉が大変多くございました。で、今回そちらの方のお言葉を、いただきながら、質問の方をさせていただきます。まず令和2年に長井議員の質問に対して電話をつながりやすくするとの答弁があり、そしてオペレーターの増員という施策を講じた、そのようなことになっております。そして実際にその施策を講じた上でありながら、同じような声が減少しない理由としては何があると皆さんの方では考えられているのか、そちらの方をお伺いしたく思います。そして、阿見丸君、こちらにつきましては対象として、免許返納、そういった部分を含めた高齢者、こういった方々が、対象になっているのではないかと、そのように思いますが、その他の世代に対して、よそのエリアの砦のコミュニティバスや牛久カッパ号などに匹敵する巡回バス、そういったものなどを、改めて考えなければいけないところに来ているのではないかと、そのように思われます。特に、私が住んでおります、地区におきましては、土日においてバス便が一本もございません。そういうふうな中で、やはりですね、いろんな世代が、自らの交通手段の確保、こちらの方に苦慮している、そういうふうな部分でございます。こちらの方でですね、誰も置き去りにしない社会を目指すために、阿見丸君以外の
公共交通において再度巡回バスなどの再考をしたい、すべきだと考えますが、いかがなものかと。以上2点、こちらの方を質問させていただきます。ただいまの質問に対する答弁を求めます。町長千葉茂君、登壇願います。はい、議長。無党議員の網丸君とそれ以外の公共交通拡充についての質問にお答えいたします。1点目のオペレーターを増員したが予約が取れないという声が減少しない理由についてであります。令和2年5月より電話回線を2回線から3回線を増やすとともにオペレーターを増員したところ、令和5年度は予約電話に応答できなかった件数が月2件程度になっていることから、電話のつながりにくさの解消については一定の効果があったと分析しております。一方で予約が取れない状況につきましては、通院を目的とした利用者の予約が午前中の一定の時間帯に集中するためであることが分かっております。当庁では現在茨城大学と網丸君の相乗り率を高める調査研究を進めており、その概要は主な乗降場所の分析および利用者の意識調査から一度の運行での乗客数を増やす効率的な方策を検討するものです。また令和5年度より運行が始まった東京医科大学茨城医療センター循環バスに対する支援を継続して行うことで、公共交通利用者の利便性向上に努めているところであります。2点目の網丸君以外の公共交通として巡回バス等を再考すべきについてであります。当庁ではこれまでに福祉循環バスやコミュニティバスの実証運行の実施結果と利用者からの意見並びにアンケート調査等を踏まえ、網丸君の運行を始めた経緯があります。アミマル君以外の公共交通の検討につきましては、町単独でのコミュニティバスの運行は経費に対する十分な効果は見込めないと考えられることから、当庁ではドアツードアのデマンドタクシーアミマル君の利便性向上に注力してまいります。以上です。7番武藤継夫君。はい、議長。ただいまの答弁で、十分な効果が得られない、そして、経費の部分、そういったところで、コミュニティバスにつきましては、今回は、考えられないというふうな部分、そしてドアツードアのデマンドタクシー網丸君の利便性向上に注力してまいる、そんなようなお言葉をいただきました。ありがとうございました。そしてそちらに対しまして、私の方から、再質問というふうなことなんですけれども、でそれではですね、コミュニティバスの方を、一旦外しまして、網丸君に注力していくというふうな部分の中で、網丸君に対する、質問でございます。事前にいただいた、調べていただきましたデータの中で、利用人数は令和5年月月間平均延べ人数で約 1097.8 人を数えますが、登録者数は現在3800名ほどとなっております。そうしますと延べ人数でも約 30% 程度しか利用されていない、とそのような形になっております。利用される方を増やす手立て、こちらの方はいかがなのでしょうか。ただいま今の質問に対する答弁を求めます。産業建設部長浅野修二君。はい、はい、お答えいたします。現在は網丸君利用者の約3分の2が午前中に集中している状況でございます。ご利用の目的によっては午後の時間帯にご利用いただくことで予約が取りやすくなると考えられます。そのため予約が取りやすい時間帯を候補市等でご案内することも検討してまいります。また町長の答弁にもありましたように、昨年度より茨城大学と相乗り率を高めるための調査研究を進めております。この研究で効果的な対策が見出せれば、実施に向けてすぐにでも検討を進めてまいります。以上です。
7番武藤次男君。はい、以上。利用者は今の答弁ありがとうございます、利用者は登録制ですので、多用されている方、こういった方もまあ紐付けできるのかと、そのように思います。そこで多用されている方々のエリア、そして、そちらの方々の、向かう先と、それからあとは、お住まいになっているエリア、こちらの方、これを、ご質問させていただければと、そのように思います。よろしくお願いします。ただいまの質問に対する答弁を求めます。産業建設部長浅野修二君。はい、お答えいたします。事前登録の際には利用者のご住所を伺っておりますので、多用されている方のお住まいの地区や目的地は把握できております。多用されている方が多い地区を順に申し上げますと、おっぱら、あけぼの、島津、うずらの、中央、南平台、上永、実国、阿弥、大室地区となり、町内全域に分散されております。以上です。7番武藤次男君。はい、ありがとうございます。今の答弁をお伺いさせていただきまして、広く阿弥町全般に全域に、まあ、分散していると、そういうふうなことが分かりました。そして、そこの中でですね、まあ、先ほど、まあ、コミュニティバス、こちらの方を、まあ一度、置いておいて、でこちらの方のデマンドタクシーの方に阿弥丸くんの方に注力をしていくと、そのようなお言葉がございました。はい、でその言葉を受けまして、今現在、まあ、2020年データでございますが、阿弥町の65歳以上の高齢化率、こちらの方が約 27.8%、 28% にまで至っております。でそこからさらにもうすでに、約4年ですね、そちらの方が過ぎております。ということはさらに高齢化の方は進んでおりますので、その65歳以上の方々全員が免許返納しているわけではございませんが、ある程度のスピード感、こちらの方を持ってですね、進めていただきたいと、そのように思う次第であります。で、昨年来より、実施されている茨城大学との、相乗り率を高めるための調査研究、こちらの方もしよろしければ、その後の経過、それだけちょっと教えていただければと、そのように思います。ただいまの質問に対する答弁を求めます。産業建設部長浅野修二君。はい、途中経過のようなものでよろしいでしょうか。お答えいたします。この調査研究は令和5年度から始まったものですが、令和5年度に分析した拠点病院需要の方面別にかつ 日時別の相乗り率の予約割り当て方法の最適化方法の検討、ちょっと難しいんです、すみません。その実行可能性と検討課題、ちょっとこれもう少し分かりやすく説明しますと、拠点病院需要の方面別、日時別、これ東京医大病院に行く方のご利用が特に午前中多いということで、その、曜日であったり方面であったり時間帯であったりを、これを分析しております。でその、分析結果をもとに、1台の阿弥丸くんで何度もピストン輸送をするような形でなくて、上手にそのご利用者を集めて2人3人と相乗り率を高めて、それで、うまいこと効率よくできないかということを、令和5年度、研究いたしました。令和6年度はその、研究をもとにもっと具体的な実効性のある案をまとめていくという予定となっております。以上です。
7番武藤次男君。はい、細かく教えていただきありがとうございました。大変に勉強になりました。それでですね、こちらの方で、私の方の質問の方は終わらさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。これで7番武藤次男君の質問を終わります。